段取り悪いの行き当たりバッタンゾン動画です。さあ夕日もぼちぼち落ちかけて、とてつもなく暑かった一日ですが、少しだけ、和らいだと思いつつまだ暑いですが、さあ、一応城巡り、リアル城攻め的な要素も あるわけですけど、お城の後にやってきました。花城公園、ちょっと読みづらいですね。知らなきゃちょっと無理ですね。霞の城公園と書いて花城公園。どこぞやと言いますと、実は山形城ですということです。山形城市の跡ですねが今公園になっておりまして、こんな塩梅で、はい、ちょっと矢印しますけど、こっち側に、最上義明歴史館があっての、復元された東大手門があり、最上さんの騎馬像があるところから本当は入りたかったんですが、今現在地ここです。やらかしました。はい、はい、いつものことかもしれない。我々的には、あの道田的にはそうです、裏から攻めます。ちょっと失敗しましたけどね。花城公園、これ、あのよくあるお城の跡というのはですね、明治になって、払い下げられた後ですね、大抵はこう土地が広いもんですから、運動公園とか、ピーヒョロ、ピーヒョロですか、ピーヒョロ練習してる方がいるんですか。これどう行こうね、どうするんだろうね。いや、さっきの見たけど、あんまり見た甲斐ない。猫ちゃん？あ、ほんとだ。うぃー、ピーヒョロしながら猫が佇む。ハトです、こんにちは。山形城。逃げないんだね。こんにちは。逃げません。なんかすごい、砂利に同化してるカラーリングなんだけど、おとなしい。沈んでいるんだね。暑さで嫌になっちゃったんだね。にゃん。バイバイ。すごいね。本当だ。そうですな。はい。こうやって、さっきお堀があって石垣があって、ん？これ通れるかい？なんか。なんかあれだね。しないね。あ、これあれですか、これでこう、あの、包みの、堀の上を歩けるかな、歩いていいならそうしよう。もうそうするしかないっす。いや、公園内でもいいんですけど、なんかちょっと、攻めあぐんでる感じが。で、また外出ちゃう。出ちゃわないと思うんだけど、やっぱりいつもの通り段取り悪いっすな。すいませんね。こんな夕暮れ時になって。あ、でもここ、なんか展望コーナーになってるよ。いや、ただ南大手門跡。ここでああ、咲きそうですな。ああ、ですか。ですね、ですね。どうなんでしょうね。これ、ここをこのままずっと歩けるかどうか。わかんない。わかんないよね。でも、どこかには降りれるはずなので。行くだけ行ってみますか。はい。一回上がったら絶対に、ここまで戻らなきゃダメってことはないはずなので。そう信じて行ってみます。この土塁の上を行ってみます。石垣の上か。これがあのお城の中ですけど、さっき話途中になりましたけど、この、堀と土塁にこうね、仕切られて、そして広大な土地がありますもので、意外とですね、こう明治以降、このお城の跡っていうのはですね、大半がこう、
軍隊がね、使ったりなんかするわけですけども、あとはまあやっぱり運動公園、野球場なんかね、よくなるわけですよ。うん、どっかもね、今まだ野球場になってる。しかもなんか今度はなんか大正ロマン的な建物が出てきたりなんかして、うん、行きたいのはね、この堀の上のまんまをひたすら行っちゃいたいんです。はい、それとこれが何かも今ちょっとごめんなさい、データ段取り悪いです。覚えてないですね。とりあえず歩くとこ間違えたっていうことでうわーってなってるだけなんで。そしてまあこの緑、セミ、なかなか夏ですな。まあ夏ですもんね。桜はこれオール桜ですかね。ははははすごいすごい、なるほど。山形城花城公園か。ちょっとね、そうそう来れないですけど、うん、ここもまあ櫓があったってことでしょうね。これやっぱり大きくこう二の丸かな、本丸か、ちょっと二の丸ぐらいなのかもしれないけど、こんなに残ってるっていうのがすごいね。でこれ今ちょっと映像では分かりにくいけど、これ堀の向こうはもうすぐ線路なんだね。うん、で、まあ、この向こうに山形駅はこっちか今。うん、で駅前のあたりが三の丸って書いてあったよね。はい、ということで、目的地がまだ遠いぞみたいなそろそろネタが切れてきた段取りはある。合わないね。まあ、時間がね、もう6時半とかですから。でもこれあれですか、我々は今6時半とかに歩ってるのは一応意味があって、この中の県立博物館でしたっけ？はい。が、ナイトミュージアムとか、夜無料なんですか。すごいじゃない。うわ、なんか今アブが耳沿いを ものすごいスピードで突破していきました。怖い怖い。県立博物館、夜6時から8時？うん。がなんと無料で入れるというね、まあ、夏休み特別サービス的な、これあれですか、子供たちの自由研究の小ネタにしろみたいなのもあるんですかね。え？山形？今一番暑い？はい。鶴岡のクラゲ？え？あ、はい。温水族館ですよ。はい。それにあやかってクラゲのなんかをこう。あ。大きらしいっすよ。何の音でしょう。わからない。何か今ブー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 言ってました。何か謎の生物がいます。ここの県立博物館にクラゲがいるの？クラゲの何かの展示なのか、分かりませんので、はい、それが何なのかをこの目で確かめようという会議。あ、なるほどなるほど、はいはいはい。でもクラゲはいません。を無料でクラゲの写真とか見ちゃおうみたいな。あ、電車。電車じゃないです。機動車だ。あ、寺沢線。閉まってんですか？西日じゃないですか、やっぱり。寝台とかはよかったね。びっくりしますね。はい。ディーゼルのローカル線にまさかの寝台があったらびっくりしますね。はい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 。あ、なんとか、予定、なんとかしたかったことができそうですよ。これ、ん？まっすぐ行って櫓に行けるのかしら？こっちで降りるべきなのかしら。なんかブー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 線路沿いのお堀で言ってる生き物のことは分からずで、こ
これここまで来るといきなりたくさん降りれる選択肢があるね。そうだね。軒並みどっからでも降りろみたいな。そう、しかも酔っ払いのおじさんたちがこう、はいはいはい、トイレ行きてえけどみたいな感じでうろちょろね。なるほど。うわ、いましたね。ってか最後の階段がきつくねえかこれ。いいし。そうね。歩きにくいぞこれ。すごいなんか、すごいな。お城の門を何気なくチャリンコで突破できるというこの、市民館。はい、これがつって、内側からになっちゃいましたけど、東大手門。もういいや、じゃあ間違えたついでにこっちから行こう。もう西日になっちゃいましたけど、最上義満と書いて義明って読むんですよね。これもう、ちょっと難読ですよ、これ。もう完全にそっぽ向かれてますけどね。これ今映像的にはどうしようもないことですけど、私は実は最上さんの T シャツ着ております。いや、山形の時は最上 T シャツと着ておりますか。これでもこの辺じゃないと顔の質感が伝わらないけど、もう真っ暗なんですよ。結構真っ暗なんですよ。ああ、面白いぐらい、これじゃどうしようもないね。ここだと馬だよ。どっからどう見ても伝わらない感じのタイプ。ねえ。面白いね、この最上さん。でも全く見えません。そうなんですよ。これ躍動感は半端ないけど、顔見えねえぞっていう感じだね。キャスコンが待っててくれないよみたいなことですかね。うん。じゃあせっかくなんで。はい。はい、いいですか？顔は映さないでいい？はーい。これが。山形でお決まりです。はい、最上の T シャツでーす。彦根のね、はい、勝負屋さんという戦国 T シャツショップです。あ、また猫ちゃん。うん、せっかくなんで最後門の外で終わりにします。これここまで来た上でこう、ね、内側すぎて終わるのはちょっと忍びないんでね。結構西日で、映像的には暗い感じになってきちゃいましたけど、これね、まあ、天守もないし、城に来たっていう、ちょっとニュアンスはあんまないね。うん。ほら、こう、いいなぁ、こういう高校時代を味わってみたかったなぁ。だって、そうだよ、通学で城を通り抜けちゃうんだよ。考えられないよね。ん？何？ビデオ。そうなんですかね。で、どこで解放してるんですかね、これ。もういろんなことが分かんなすぎて、もう。これ結構でかいですね、門がね。あと、まあ、ありがちなマス型になってるんでね。こう、質感が分かりにくいですけど、おばさんもこうやってね、いい感じで。はい。まあ、言うたら、ただのもんですわ。になってますね、完全に。これでもさっきの自転車の高校生とおばさま、この狭い、この車椅子専用っていう、ここを突破するのね。本来はいけないんでしょうね。専用って書いてある。後ろに映しとくよ、ほら、これ。これ。ね、今自転車ね、道交法も改正されて厳しいですから。気をつけないといけません。それか、これが、本当は来たかった道がここです。はい。ね。で、この廊下橋的な感じで、お、来ましたよ。はい。続々ですね。お堀の感じと。なるほど。こう、やっぱり渡って、こう、実証されました。あ、もう、折り返し来ちゃいました、これも。完璧ですな、これ。なるほど。はい、ということで、山形花鳥公園、山形城ですね、
やってきました。暗くなってきちゃいましたけど、駅から来やすいです。道間違えなくければもっと早い。間違えても結構すぐ。結構あっという間に来れますんで、山形新幹線でペロッと山形駅降りて歩いてきてください。ということで、じゃあ、おー。